こちら、ゆうです。バナナお時間です。今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい。絶賛寒暖差アレルギー中でございます。鼻炎ね。はい。めっちゃ鼻詰まってる気がするんですけどね。はい。今日もね、無課金サーバーか芝居までやっていきたいと思います。はい。今日は撮影日時点で5月1日なんですが、はい。前回の予告通りクエストをねレベル10まで、はい、爆速でクリアしました。何でクリアしたかちょっと覚えてへんのですけど、はい、7、8は固定か、はい、8、9が固定か、はい、で本当前回は約束した通り言ったこれガンダムがやっぱり好きなんですよ。でクエスト今日のログインスタンプと、1から10までクリアすると60個ね。あ、これ、60個ね。ここ広げてたらわからんかな。はい。60個溜まったんですよね。はい。ユーザー上、購入歴、無料配布、60個。これを、とりあえず一旦ね、これガンダムに、はい、僕はその1から10までの意思は、椅子って、はい。1から10までの椅子って、は、ガンダムに、全部ね、突っ込むと決めていたので、はい。宝石60個、芝居の上から行きます。前回の、ね、動画見てくださってた方、見てくださらなかった方はご存知なんかないかもしれないんですけど、ガンダムのね、所持キャラっていうのが、一応もう本体、武器、本体で置いているのがこちらでございまして、武器で置いているのが、まあもう、もうほとんどあれですね、全然1位の方はね、このガチャラインナップ、ガンダムシリーズコラボガチャ、1位の方は、まあ、持ってないのが、まあ、いるんですけど、欲しいところで言うと、ゼータとストライク、好きなんで、はい。でも、まあまあ、でもこのね、今の、キャラと合うとしたら、やっぱユニコーンとクシーとかも、ダリル・バルデがね、欲しくて、あとシナンジュとかも、そこら辺がね、今後ともハマってきそうなので、はい、今後ともよろしくお願いしますじゃないですけど、はい、今後とも、使っていきたいと思ってますので、はい、じゃあね、引いていきますね。はい、それでは、魔法石10個、ガンダムシリーズコラボチャ2。ユニコーンが出たらちょっと一旦1引こう。いやー、でもあれ、ダリルバルで欲しいっすね。欲しいっすね、と。それも言えてへんっていうね、言い直しも。それだ。この日を待ってたよ。もう5月1日ですね。デスタミーアやったっけ？デスアーミーですね。デスタミーアってね。デスタムーアや、それ。ドラクエや。あ、ハズゲット。ありがてえな、これは。これはね、闇属性のその76リーダーとかね、なりそうなんでね。L 字もついてるし、バインドもつけれるし、ダメージ吸収もついてるし、多分全然ね、腐らんと思うんですけど、意外とこういうキャラが、はい、ありがとうございます。 G ガンダムから来ていただきました。その次2回目ですね。はい、回す。ユニコーン、ドゥ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 。ウィンダムはね、好きなんですよ。GA、あれですね、ストライクガンダムとね、同じ性能を持ちながら、量産機として、ね、してね、登場されるというね、結構エグいんですよね。ね、ネオロアノーク専用ウィンダムとかね、欲しいですね。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけどね。これ冬武器になるやったっけ？なんないですね、TG 武器ですね。まあまあいいでしょう、いいでしょう。マシンタイプ付与できるっていうのね、結構貴重なんで、このタイプ付与は。今のところ2個金やけど、銀やけど、金にしたらなってないね。でもこれで多分ね、僕のガチャ運は帳尻合わせ完了したんで、はい。はい。さ、最高！お、順序よく？エッサーか。出たなぁ。まあ、ロングビームライフル、これはね、どうなんでしょうね。なんか、その都度、ヘイストでもないしね。
なんかランチャンランダンで使われそうなんですけどね、このアカウントはランダンそんな頑張らないと、てか1個でヒーヒー打てるんで、まあ、本体だけあればいいかな。はい、折り返しですね。はい、金は多分1個で終わると思う。はい、頼むよ。よっしゃ来た。シナンジュだけど欲しかったんですよ、僕。シナンジュ欲しかったんですよね。今の私は自らを器と規定している。めっちゃかっこいいんですよね、ここね。僕もね、小説から読んでこう気になってたんですけど、最近ね、これはね、シナンジュはね、武器も全然その腐らないと思うんで、スキブ2つにね、互換通に泥鏡っていうのは、しかも威嚇でしょ。これはね、いいんじゃなかろうかと思っておりますね。はい、おりますねって。できれば、あと2体欲しい。よしよし、あと2体、あと2体。これは、これあれちゃう？もしかして、シナンジュといえば？ユリカーン！あ、ちょっと。またグスタッカーあるやん、もう。グスタッカーあるねー。ウスタッカールのビームライフルでしょ。これはどうなんでしょうね。最初からいきなり盤面パッツン伸ばしたい時とかに使うんかな。モーラスとか、ちょっと待って、これ出えへんかったらちょっと爆速でどっかクリアして引いていこうかな。引いていこうかな、引こうかな。いたね、いたね、いたね。これでユニコーン出たらね、終わりなんですよね。ただそんなね、保険をかけないスタイルガチャに、いや嬉しいよ、嬉しいよ。なんとでもなるはずだ。そうなんよ、これからが地獄だぞ。でも言われてるんですよね。ちょっと待って、これちょっとクエストね、12だけちょっとクリアしてきますね、爆速で。はい、ラスト1回だけね、保険ください。はい、やっとね、ちょっとね、このルーレットがね、ちょっとなんか一段分からなくなってるんですけど、はい。だからさ、ごちゃごちゃうるさいよ。はい、よし、OK。OK ですね。さあ、これでね、クリア魔法石12個いただきまして、じゃあこれでね、ユーザー情報購入履歴ロハイフ12個ですね。これでね、ちょっとあかんかったら、このクエスト、前回のね、なんかね、ちょっとだんだんね、魔法石あれクエストクリアしてガンダムを引くっていうのを繰り返してたんですけど、それをね、取り急ぎ、はい、取っていきたいと思っております。はい、それではガンダムシリーズコラボガチャラストですね。とりあえずこれで決める。ちょっと何ウィンダムやからさ、ボイスでちょっと落ち着けるっていう方法もできへんやん。ジェットストライカーなんか喋ってよ。で、結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。デスアーミー、ウィンダム、メッサー、シナンジュ、グサフカール、クシーガンダム、ウィンダム。ウィンダムちょっと並んでんのがね、ちょっと上下に並んでんのがね、ちょっとイラッとしますね。僕の大好きなガンダムシードの世界線のね、モビルスーツとはいえど、はい。それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ、この動画の感想や、皆さんのクエスト、使い道5月1日なんで聞かせてくださると嬉しいです。あと、こう動画のね、感想もいただけると嬉しいです。言ったかこれ。はい、それではね、今回のお相手は私ユウでございました。個人的にはまあクシーガンダム出ただけでもね、嬉しいんですけど、よく言えばその上の 1% の壁を超えていきたいと思うんで、続けて撮っていきたいと思います。それではね、ご最後までご視聴くださりありがとうございました。それではバイバイ。